と脱毛行ってきましたね。出た。2回目。はい。髭と、あとお尻、肛門周りの毛を今こう脱毛してて、全12、3回かな。15回ぐらいだっけね。やんなきゃいけないんですけど、それの2回目、ちょっと行こうっていう。1回目、まあここでもちょっと話しましたけど、もうとにかく、まあまず恥ずかしさとね。まあそうな。下のお尻の毛だからもう全部パンツまで脱いで、タオルかけて待ってなきゃいけないから。もう恥ずかしさと、もう痛さね。でも頭狂いそうになる。特にこの鼻の下をレーザーでビッビッって、痛い痛いって、俺の体で実感してるだろ。そういうことなんつってんだ。俺の体で実感してるだろ。してないよ。してないよ。レーザーの人間の人体のそのギリギリを俺の体で実験してるだろって、痛すぎて。ってもう、ビカンってなっちゃうの、毎回。向いてないよ。向いてない。でも切れそうになっちゃって。ハードコースって言ったのはあんただろうって言われなかった？違います。レーザー SM クラブじゃないですか。ハードでやっちゃったんじゃない？ハードでやっちゃう。ソフトにしとけばよかったんじゃない？全員そういう痛みみたいですよ。みんな漏れなく痛いっていう。で、この間日曜、ちょっと脱毛。お休みだったんでね。脱毛行く。はい。つって。ただ、今回は、1回目行った時に、これ次来る時これ使ってください。麻酔のクリームがあってね。それをお尻の穴に塗るってこと？それを、塗っていいらしい。塗っていいらしいよ、でも。中まで。それは俺、わかんないけどさ、いや、だからほぐしてこいってこと言ってんの？私のとこに来るまでに、ほぐしてきなって。違う、そういうことじゃない。干潮もしてこいみたいなこと？違う、滑りをよくさすとかじゃないから別に。何なの？そう、クリーム。じゃあ何なの？麻酔だっつってんの。言ったろ、頭で。そうか。麻酔の。この髭のとこ塗ってさ、それだとサランラップ上からやって、密閉ほんとさせて、馴染ませるために、サランラップでビーってやって、で、そのまま来てくださいみたいなお店。その格好で来なって。恥ずかしいですじゃなく別にマスクで隠せるけど。あんたはみんなに見られちゃうだろうねっていうこと？違う。え？全然違う。どういう読めないね。脱毛のクリニックだから。いや全然別に普通の場所にあるんだよ。新宿銀座とか。そうか。全然。それでこうつけてさ。五反田にもない。まああるかもしんないけど。西川口は。いやないよそんな。すすきの？違う、風俗街じゃん。違う、そういうことじゃないんだよ、全然。違うの？そう、それで俺行く前にさ、クリーム塗ってさ、サランラップやって準備してたの。したらその日、日曜ね、その日、夕方から、子供の小学校の校庭を開放して、花火大会みたいな。花火大会っていうか、手持ちの花火が、校庭でやっていいですよ、みたいな日。すごい。今やっぱもうできないんだよ、どこでも。なんかできないらしいな。公園でやっちゃダメ。都内ってすごいできないらしい。家の前でももちろんダメだし、だから学校校庭使っていいですよ、みたいな日で。で、昼ぐらいに3友達家族ぐらい、うちにまず集まって、ちょっとご飯とかで大人たちちょっと飲んだりして、で、夕方ぐらい行きましょうみたいな、約束してたらしいね。それでもう、もう、昼ぐらいに来てさ、友達とか子供、パパママ、来て、そしたら俺もうクリームつけてラップした状態だからね、謎の美容法おじさんみたいのが全部書いちゃってね、何してんですかみたいな、ちょっとこれから脱毛でしてみたいな、こんなこともやっぱ乗り越えないと脱毛するには奥さんがちょっと照れとね、他の子供たちとさ遊び寄せてあげようっていう日にお前は脱毛行ったのかい？俺だ知らなかったんだよ。脱毛ちょっと行っていいってさ、確認してよ、ちゃんと。したらいいよって言うからさ、したら花火の日だったんだよな。何やってんのお前。そう。で、じゃあ行ってきますつって言ってさ、マスクしてね。でも、サイドからビロビロ出てんだけどね。サランラップ恥ずかしい状態で行って。で、したら今回、担当してくれたのは、若い男性の方で。その頃にはもう頬とこの口周り、髭のね、そのクリーム塗ったとこ、ちょっとこう、麻痺してるというか、唇腫れてるみたいな感覚というか、効いてきてんだね、麻酔のクリームが。あ、そんな効くの？多分。そんなちゃんとなんか麻酔の注射ぐらいなジンジンしてくる。なんかジンジンっていうか、うん、あんま感覚なくなってるみたいな。あ、これすごいわみたいな。なるほど。で、まず、じゃあお尻の方からやってきますっつって、うん、で、そこで言われたらその、うん、男性のその担当の人にさ、うん、クリーム塗ってきましたって。あー、そこで俺気づいた。お尻も塗ってよかったんかって。そりゃそうだろう。そりゃそう、いや、俺なんか、お尻は今回男性の人なんだから。うん。お尻もじゃないんだ。お尻も塗ってきたかいって。うん。なんなん塗ってきたかいちゃんと。って甘い声で。男性のなんだからじゃないよ。いや、それで俺、あ、ちょっと、塗ってきてませんわ、つって。うん。ああ、そうですか。うん、いや全然次回塗っていただいていいですよ、なんつって。うん、で、いざもう、バーンと始まったら、うん、案の定やっぱもう、痛くてね。うん、血痛もなんか、やっぱ前より痛く感じない。なんか、恐怖があるからか。前回の。身構えちゃって。そうそう。痛いって。うん。穴に打ってませんかって、その、肛門穴にレーザー入ってきてませんかっていうぐらい。体内で。やっぱそうか。ベベって、長弾してませんかとか、跳ねて、レーザーが、内臓ぐしゃぐしゃになってないですかっていうぐらい。うん、で、こうなんか、ちょっとこう、女性担当がね、うん、女性の方の時より、恥ずかしいというか、うん、なんか、なんていうのかな、その、うん、女性の方も別に当たり前だけどさ、うん、もう業務っていうかね、うん、仕事で、はい、業務的な、なんか、はい、じゃあ次、これから業務的な感じでね。そう。で、今回男性の方はなんかその、痛いっすよ次、痛いっすよみたいな。その感じじゃん。うら、痛いっすよね泣けるんすよみたいな。高校の時、その、いじめられてた時を思い出してきちゃった。なんでなんか、浮いてるなんか。お前、そんないじめされてるやばい高校だね、お前は。そんなひどいあれじゃない。ひどいあれはされてないけど、その、アメリカみたいだな、お前。ボコボコにはされてない。アメリカの刑務所みたいだよ、お前。おいって。おら。やられてない、その。うら。やら。急つつきだす。おー、Dバック出てくる。おい出てくんなよ。俺がクブリズンブレイクの T バック。マイケル・スコフィールド。すごいな、今日モノマネのスイッチ。違う。いいことでしょやられ、その、ランドリーの、このなんか、洗濯機とか置いてある部屋でね。部屋でさ。やられな、その。で、お前さ、リズムブレイクだから、それ。なんかポケットをさ、裏返しにさ、このさ、出したさ、T バックの裏地を出したところさ、掴まされてね。可愛い子で T バックのお気に入りの子にそうやってね。違う、そういうことじゃなくて。なんか、あー、みたいな。で、お尻終わって。じゃあ、次へ行きます。これでもまあ、クリームやってるし、結構、こう、いい感じだから、麻痺してる。麻酔してんだから。そう。で、いざバッて始めたら、めちゃくちゃ痛くて。なんかあれ全然効いてないな。意味があるの。なんか、いや、まあ、2割3割は痛みなくなるとは思うんですけど、みたいな。いや、全然痛いの。痛いんだ。痛いって。一応こう、光るわけだよ、めっちゃ。レーザーって。だから、目やっちゃうから、ガーゼみたいな面を置いてさ、その上にゴーグルしてみたいな。一応あるんだけど、もう、光は入ってくるの、めっちゃ。ベガーって。でもその、光るたんびに、恐怖が訪れるわけだね、痛みの。痛いって。また実験してるのか、お前たち。なんだよ、実験って何なんだよ。危なかった、俺だから、バーンって飛び起きてさ、もう、その担当の人の頸動脈バーンって、手刀で切って。自分についてるコート全部引き抜いて、親切から逃げ出そうとしたいぐらい、痛みが。うわーって。で、終わったの。顔面だけで何発ぐらいやるんだろうな。30発ぐらいやるよね。30発ぐらい。あ、でもそんなもんですもん。BBS って、ちょっと休んでていいですよ、みたいな冷たいタオル。顔に巻いてさ、もう、なんか、方針、動けないんだよ。力が入んない。はーってもう、寝っ転がったまま。中田英寿みたいな、ワールドカップの。ブラジル負けた後みたいな。そういう状態なの。引いてー、つって。賢者タイム的なこと。賢者タイム的なことではないね。全然。違うの。全然、いてーって言ってるから。全然違うけど。それで終わって、で、家帰ったの。したらちょうど家族が、これから花火行くよってなって、そう、ああ、じゃあ、パパも行く、つって、一緒に行って、で、校庭で花火バーって言って、手持ちのね、ピカピカピカーって、うん、ああ綺麗だねって言ってたらやっぱもうその花火が、うん、そのレーザーに見えてきちゃってやっぱりトラウマじゃなくて、うん、一人で走って家帰ったね怖い怖いでもトラウマでも本当に痛すぎていやそうこれだと10何回やるからで今やった後濃くなっちゃったんだね人生で一番